はい、こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画は2021年の1月に本をなんと出版します。どうやって本って出版するの？その流れや内容をチラ見せします。あとは本の出版の裏舞台を紹介したいと思いますので、ぜひ動画の方をご覧になってください。私はオンラインサロンとその他 Twitter、Instagram、TikTok もしてますので、合わせて URL からチェックの方よろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、それでは本日の動画、税理士川南が本を出版しますについて動画で解説していきます。本日の目次はこのような内容にいきます。実際にね、どんな内容か本の内容をちらっと見せますので、ぜひ見てください。素人が本を出すまでその流れについて紹介します。そして Amazon 予約が開始されたよっていう話と出版の裏話をトークします。よかったことや苦労談などを紹介したいと思います。ではまず出版する本の内容について紹介します。今回のビジネス本は個人事業主フリーランス向けの内容になっています。これから起業や副業を考えている方、あと経理と税金がやばい、そろそろ勉強しようかなっていう方にぴったりの内容になっております。経理と税金の Q&A 形式で進んでいくスタイルになっています。ですのでどこから読んでいただいても OK です。自分の気になるセンテンスから読んでいただければいいかなというふうに思います。手元に置いておきたい一冊、バイブル本として大活躍です。個人事業主とかがめんどくさいことを一冊にギュッと詰め込んだ内容になってますので、開業手続きについてや経理のポイント、節税のポイントなどなどをギュッとまとめた一冊になっておりますので、ぜひよろしくお願いします。では次にね、実際の中身をちらっと見せたいと思います。はい、こんな感じです。はじめにっていう風にあるんですけど、ちょっとね、時間ある方は後でじっくり止めて読んでみてください。どうしてね、起業したいのですかって話でね、皆さんね、経理や税金自信ありますかって言って、はいって答えれる人いないんですよねって話から、ビジネスを開業する、起業するにあたって即死、爆死しないために必要な項目だけをギュッと集めた一冊になってますよっていうことが書いてあります。そして、目次です。今回の本は5章立てで、1章と2章ちらっと見せてるんですけど、まだね、ページ数が入ってない状態です。1章がこういう内容。フリーランスまで開業の道のり、企業開業どうやってすればいいの。2章は日々の経理のポイントを解説している内容になっています。またね、じっくりと見ていただければと思います。そして冒頭の導入部分に漫画が入ります。導入漫画というふうに言われるものなんですけど、こちらね、一部だけ抜粋してあります。皆さんのこのわからないという気持ちをリアルに漫画にしてくださってますので、ぜひぜひこれはね、手に取って読んでいただければなと思います。私は個人的に好きなのがこれですかね。今最も苦手な4文字熟字確定申告っていう、これのコマが結構好きですね。皆さんのね、このわからないという気持ちが本当に漫画にギュッと詰まっていますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。はい、次ね、 Q&A 形式ってどういう風な風に進んでいるのっていうのを紹介します。中身がこのように Q&A で進んでいきます。例えばですね、開業資金ってどれくらい必要なの、いくら必要ですかっていう形で答えが載っていて、私の解説が入って図もふんだんに入ってますので、読みやすいように工夫をしています。こういう形で好きな Q、 気になる Q から読んでいけっていうのが今回の本の特徴ではないでしょうか。では次にね、一体本の出版ってどういう流れでいくのっていうのを紹介していきたいと思います。素人が本を出版するまでとありますけど、私ももちろん今まで本を出版したことなくて初めての経験になっております。まず出版社から連絡があります。前にも、何度かね、こういう似たような本出しませんかみたいなご依頼メールっていうのは来たことがあるんですけど、自費出版だったり何人かで作るっていうようなものであんまりピンとこなかったんですけど、今回ね、出版社の方からメールが届きました。今回これは SNS を見たという連絡でした。私の場合ね、 YouTube、TikTok 他もいろいろやってるんですけど、今回この TikTok を見たということが大きな理由だったようです。この連絡が来たのが今年の6月になります。出版社さんについてなんですけど、パル出版という東京の出版社さんでビジネス書を専門に出している出版社になります。例えばね、多分このチャンネル見てくださってる方、税理士のヒロ先生の動画見てる方いらっしゃると思うんですけど、ヒロ先生が出した本も同じ出版社から出されています。初めてそのメールが来て1週間後ぐらいにオンラインで打ち合わせをしました。その後はね、こういう形でやっていきましょうって言って話を詰めていって執筆作業に入る形です。最初のこのオンラインの打ち合わせで、出版社側、編集者の方ってどういう本を作りたいのかなっていう内容をヒアリングして、私が普段発信していること、発信したいこととマッチングしたということで引き受けることにしました。そしてその後はオンラインで打ち合わせしながら何度か執筆作業に入ってやり取りです。その後はね、 LINE とメール両方使ってなんですけど、今回 LINE でのやり取りが結構助かりました。編集者さんと LINE でやり取りできるっていうのがすごく助かって、スムーズにできたかなというふうに思っています。そもそも出版ってどういうタイプがあるかと言いますと、今回のように出版社が出版する場
場合と、もう一つ方法としては出版社が印刷したりする取りまとめはしてくれるんですけど、自分で費用を払う自費出版ですよという形もあります。そしてもう一つ電子書籍という方法もあります。これは Amazon やノートなどで書籍化するというか電子上で販売するという方法ですね。コンテンツ販売をするっていう場合もここに入ってくるんじゃないのかなというふうに思います。はい、そしてじゃあね、一体編集者さんと具体的にどんなやり取りをするのかについてちょっと紹介したいと思います。とにかく原稿のラリーが入稿まで続きます。入稿っていうのは印刷所へ出す締め切りですね。それまで原稿のラリーと連絡のやり取りが続きます。じゃあどういうふうにねやり取りしているかというと、今回のようにね本にね漫画やイラストが入っている場合はその担当した方がいるので、そういうのをね漫画やイラストこういう感じでどうですかみたいなやり取りをしたりとか、あと表紙のデザインっていうのはまた別の方がしてるんですね。なのでその表紙のデザインの打ち合わせどういうのがいいのか、また図表のデザイン、本の中に先ほど見たね図のデザインをする方がいるんですね。そのあたりの打ち合わせをしたりとか、あとは広告宣伝どうされますかっていう話もします。これ日経新聞に載せる載せないとか、 SNS の広告をどこまで打つのか打たないのかとかいう話も含めて、あと私は今回本に挟むしおりと出版記念パーカーを作りたいなっていう風な思いがあって、もうどうせね本を作るのであればね人生にあるかないかのことじゃないですか。なのでねなんかいろいろトライしてみたいなと思って、本に挟むしおりや出版記念パーカー、まあそれのね打ち合わせもね、もちろんねこちらが作るのでこちらの方で依頼する方とのやり取りは私がやるんですけど、関わってくることなので編集者さんに情報を共有したり報告したりするっていうようなやり取りがありました。はい、そして本なんですけども、 Amazon で予約が開始されています。結構ね SNS や Twitter で予約しましたっていう声がね届いて本当にありがたい、嬉しいです、やる気が出ます。 YouTube の方でもね概要欄の URL から予約できるように URL 載せておきますので、ぜひよろしくお願いします。発売は2020年の1月発売です。予定では11日になってますけど、まあ11日か13日の間に発売予定になってますのでお願いします。次に出版の裏話について紹介していきたいと思います。出版の裏話なんですけど、私が実際経験してみてね今まで良かったこととね大変だったことを話したいと思います。まだね世に出す前の本なので、その出した後のことはまだ経験してないんで分かんないんですけど、また需要があればね出した後にどんな風な変化があったかなどね、需要がありましたら動画にしようかなというふうに思っています。まず一つ目で良かったことは出版業界が覗けたことです。私が普段してたら覗けない他ジャンルの業界のことが覗けるというのがすごく面白かったです。まあもちろん業界用語、先ほど出てきましたけど入稿とか、なんかゲラのことを一稿ゲラ二稿ゲラみたいに言ったりとか、やはりもの専門用語が出てきたり、あと業界の環境や今の状況、中身が見えるのもすごく面白かったです。そしてやはり新しい挑戦、今まで人生においてやったことがないようなことをするので、やはりこのワクワク感と、まあもちろん大変さもありますけど、もう本当にワクワク感と楽しいなとか、一体今何を自分がしてるんだろうっていうような感じでかなり楽しませていただきました。また漫画やイラストデザイナーさんとのやり取りも新鮮でした。ジャンルの違うプロの方たちがイラストやデザイナー図を描いてくれたりしているので、その一つのものを作るっていう面白さを経験できたことが大きかったかなと思います。私普段事務所は一人税理士スタイルで一人で経営してるんですよ。なので今回一つの本を作るにあたって本当にたくさんのことが関わって一緒に作り上げるっていう面白さが体験できたのはすごくいい体験になりました。3つ目ですね、人生最大、自分の人生最大のアウトプット。そりゃそうですよね。自分が伝えたいことをまとめる、もう壮大なる総作業をしました。自分と向き合えたというか、今までももちろんその取材受けたりとかオンラインサロンで記事書いたりとかアウトプットはしてるんですけど、やはり本一冊となると量の桁が違って、この壮大な総作業ができたので自分と向き合えてよかったかなっていうと、やっぱ自分だけじゃねなかなかその境地に追い込めないじゃないですか。出版依頼があったことで初めてこの人生最大のアウトプットってどういう風にするんだろう、総作業をすることになったっていうことが自分にとって大きい経験になったんじゃないかなっていう風に思っています。はい、じゃあ次に大変だったこといきましょう。本業と SNS とサロン運営、家庭の両立の大変さですね。やはりこれはもちろんなんですけど、税理士の本業っていうものがやはり一番上にありまして、それプラス YouTube や TikTok 他ね Instagram などなど SNS を運用しながら、さらに私はオンラインサロンの運営もしてますので、そのオンラインサロンの運営をしつつ、最後にねこの家庭と仕事の両立の大変さ、もうこれが本当に時間のスケジュールがパズルのようになっておりましたけど、これがやはりね一番大変だったことじゃないかなっていうふうに思います。そして2つ目、これも結構きつかったです。投下時間がえぐいけど結果はわからないっていうところですね。本の出版ってひたすら時間投下してきましたよね。この両立しつつ、全く売れないかもしれないし売れるかもしれないし、結果がわからないことに時間を投下してていいんだろうかっていう不安はずっとありました。先ほどね紹介したように6月に最初のメールが来てから今
までずっと出版のことに関して同時並行、半年以上も並行してるわけですよね。他の仕事だったらこれが終わったらこれで終わりっていうふうに手を離れていくものが半年以上ずっとある、抱え続けるっていうのが結構私は不安というか初めてのことなので、立ち位置的にどこまで、どの割合、6割ぐらいできてるのか8割ぐらいできてるのか、今どこにいるかもわからないのと、この方法で本当に合ってるんだろうっていう不安なまま駆け抜けるしかないっていうのが、たまにこうきついというか不安な気持ちになる時がありました。今もねまだね最終の原稿ギリギリのところで、編集者さんと2日おきごとに原稿のライリーをしている最中です。その隙間を縫っての撮影でございます。私3つ目ですね、やりたいことの同時並行の大変です。これ自分が言い出したんですけど、しおり入れたいとか出版で記念パーカー作りたいということで、さらに同時並行の作業が積み重なっているっていう状態ですね。やったことに後悔はもちろんしてないんですけど、作っといてよかったなっていうふうにまだなんか販売もしてないんですけど思ってるんですけど、やり取りも並行していく大変さっていうのはやはりありましたね。もちろんですけど、しおりのデザインとかそういうパーカーのデザインってまたやったことのないジャンルだったので、本の出版プラスしおりとパーカーを作るっていうまた新しい挑戦をしたので、そのあたりが大変だったかなというふうに思います。はい、それではね、作ったしおりとパーカーどういうものになったかっていうのをちょっとね次紹介したいと思います。本に挟む付録としてしおりをデザインしてもらいました。コンセプトがありまして、税理士バッジをまずモチーフにしています。税理士バッジっていうのはこういうもので、桜のね印象がこうモチーフにもともとなってるんですけど、これをここに入れて、虎というのがマネーの虎というくらいお金、勇敢で決断力のある動物だということで虎を使わせてもらいました。そしてね、お守り的な願掛けのしおりということで本に挟んであります。あなたのビジネスがうまくいきますようにということですね。税理士バッジにもね桜が入ってるってことで、みんなのビジネスが成功、まあ、桜が咲くようにいつか咲きますようにっていう気持ちを込めて、こちらの方をデザインさせていただきました。まあ、私のねこのコンセプトを聞いて形にしてくれたのはイラストの方なんですけども、そしてサイン本も発売します。サイン本は税理士川南のベースで発売しますので、もしサイン本が欲しいよっていう方は概要欄に URL 貼っておきますので、ベースの方からお買い上げください。 Amazon の予約からでももちろん、そちらの Amazon の予約からのサインはついておりません。しおりはついています。そして出版記念のパーカーなんですけど、作っちゃいました。これ見えますかね、今これです。それではまたパーカーというものです。私がいつもね TikTok や YouTube の動画で最後いつもそれではまたって言うんですけど、それと先ほどのこのしおりにもデザイン載ってるコンセプトを載せたものをパーカーにして作ってみました。これもねベースでね販売する予定ですので、まだねベースの方には上げてませんので、興味ある方はねぜひね覗いてみていただければと思います。今後の撮影はこのパーカーを着てする予定になっております。はい、そんな感じでチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッター、TikTok もしてますのでお願いします。インスタグラムはフォロワーが 1.1 万人、 TikTok は 5.7 万人になってますので、そちらの方もお願いします。感想コメントや高評価ボタンしていただけると励みになりますのでよろしくお願いします。ちょっとね今回の動画初めてちょっとプライベートのことというか自分のことを話してみたんですけど、どうだったでしょうか。ちょっと反応が気になるところです。はい、あとはオンラインサロンを私は運営をしています。3つメリットがあります。1つ目、オンラインで質問相談がいつでもできること。税理士をオンライン上に味方につけることができます。顧問料に比べたら10分の1ほどのお値段になってますので、ぜひぜひ検討してみてください。2つ目、サロンズームを定期的に開催しています。これはサロンメンバーとの情報交換ができたり、私に対してズーム上で質問や相談をすることができる場です。そして3つ目、税理士の裏側を公開してます。今回のね本の裏側の話など、 YouTube や TikTok、 SNS の集客どうやってるの、新しい税金情報など来たらオンラインサロンのみだけで投げていますので、ぜひ気になる方は税理士川南のオンラインサロン URL から飛べるようになってますのでよろしくお願いします。最後です、本の告知です。 Amazon で予約が開始しています。ぜひ気になる方、概要欄の URL から予約していただけるとすごく嬉しいです。発売日は2020年の1月です。ここに書いてあるようにね、めんどくさいこと全部この一冊にギュッと収めました。フリーランス1年目のバイブル本ということでね、開業手続き、確定申告、経理のポイント、節税の秘訣などがギュッと詰まった一冊になっておりますので、ぜひ Amazon 予約の方よろしくお願いします。はい、それでは本日の動画最後まで見てくださった方ありがとうございます。初めて本出版しますのでぜひぜひよろしくお願いします。では本日の動画の内容は以上になります。税理士川南でした。それではまた。